ルマ W6 の弊社と。なんで水の中に。培養液だ。みんな同じか。こいつら生きてんのか。サンジ、人間は作れるんだ。ジェルマは代々科学の国。父もああ見えて優秀な科学者だった。俺たちが生まれる前は海外の無法な研究チームに所属し、かのドクターベガパンクと共に兵器の研究をしていた。あいつがベガパンクと。若き日のな。その時ベガパンクが成した偉業こそ生物の血統因子の発見。こいつは一歩間違うと神の領域に達する、いわば生命の設計図の発見だった。世界政府はこれを危険視してベガパンクを逮捕。研究チームは解散、いや政府に買収された。だが父は政府の手から逃れ、一人このジェルまで研究を続けた。命のコピーと改造の研究を。そしてこの地下施設が生まれたんだ。こいつら全員たった数名の優れた兵士たちのコピー、クローン兵だ。クローン。もちろんそんなことは本人たちは知らねえがな。わかるかサンジ、あらゆる国々がうちの軍隊を恐れると同時に憧れ欲している。そりゃそうだ、強くて従順。こいつらは死を恐れず裏切らないようプログラムされている。死んだらまた補充すればいい。二十歳の兵士を一人作るのに5年かかる。ここは兵士のストックデポさ。ほら見ろよ、こいつらたった5年でできるのに。まるで20年生きてるみたいじゃないか。やめろ！